高校生の頃の話です。私は潮干狩りが好きで、よく海に出かけては、貝を取りに出かけていました。その日はあいにくの曇り、またいつものように貝を取りに行こうと、父と一緒にいつもとは違う、少し離れたところにある海に行きました。 一時間半ほど車を走らせた頃、海が見えてきて、ちらっと窓を見ると、岩場の方に黄色いパステルカラーのワンピースの可愛らしい女の子が遠くからこちらを見ていて目が合いました。こんな曇りの日に海に遊びに来たのかな、と、そんなに深くは考えませんでした。 海辺に到着して、私は父とは少し離れた場所で、しゃがみながらスポットを探し回っていると、先ほどの少女が、岩陰からこちらを見ていました。目が合うと、ふふっと笑って、それからくるりと向きを変えて、離れていきました。三十分か、それくらい経ち、 また視線を感じるので、前方を見ると、不思議と女の子はいませんでした。あれ、おかしいな。気のせいかと目を落とすと、ペタ、ペタ、ペタ、という、砂を踏む足音が前方から聞こえてきて、 確実にこちらに歩いてくる音だったので、顔を上げると、やはり誰もいませんでした。私は少し気味が悪くなりましたが、あと5分くらいしたら帰ろうと思い、急いで採取していると、また足音が聞こえてきました。グッシュ、グッシュ、という、 水を含んだ靴を履いているような足音がして、しかも先ほどよりも音が大きくなっていて、怖くなって顔を上げることができませんでした。どんどん足音は大きくなり、近づいてきて、絶対に顔を上げるもんかと食い入るように地面を見ていると、 足が視界に入りました。そのまま、足は私の目の前で止まりました。直視していないのですが、おそらくスカートを履いた女の子の足でした。なんだ、さっきの子だったのかと思いましたが、なぜだか心臓がバクバクして、 冷や汗が出てきました。片方の靴が脱げていて、何より明らかにおかしいのは、真っ青というか、肌の色が青白い色をしていて、濡れているということです。背中から汗が伝わってくるのを感じ、直感でこれはまずい、と生つばを飲み込んで、 父に声をかけようかと思いました。でも、声にならない声しか出ませんでした。恐怖でうつむいたまま動けずにいると、目の前のその子がいきなりしゃがみ込みました。わっと、思わずきつく目をつむって、 膝で頭を覆うようにして、見えないようにしました。ガタガタと、震えが止まらないまま何秒、何分経ったか、そのままじっとしていると、そろそろ帰るか、と、父の声がしました。すると、 すーっと体の緊張感が溶けて、目の前のその子も、消えるようにいなくなりました。思わず安堵のため息が出て、立ち上がると、父が目を見開いて、私の方を見ました。え、どうしたのと言うと、 いや何でもないとにかく行くぞ」と言うと父は足早に車に向かいましたそのまま車に乗り道中ずっと父はガタガタ震えながら時折ルームミラーで私の方を見ながら無言で車を運転していました 私もその父の様子に、まさかと、胸の苦しさとおかん、吐き気のようなものを感じながら、震えることしかできませんでした。交差点で赤信号になり、泣きそうになるのをこらえていると、席を切ったように父が、お払いに行こうな。 と言ってくれたので私は「うんうん」と泣きながらうなずきました先ほどの出来事を父に話すこともできずそのままお祓いに行きました終わった後は体が軽くなったようになり不可解なことはもう起こりませんでした 後で聞くと、私の背中には、ぐちゃぐちゃに顔のつぶれた、血だらけのワンピースの女の子が、おんぶするようにしがみついていて、片目しかない目で、父をじっと、見つめていたそうです。私はそれ以来、 海にも潮干狩りにも行けていません去年の夏の話ちょっと長くなるけど去年太平洋側の海に友達たちと旅行に行ったんだ地名とかは言えないけど 山も海もあってとてもいいとこだったそこは友達の地元で実家にみんなでお世話になる計画で会社の休みを利用していったんだ昼は何事もなく普通に海で楽しんだ夜は浜でバーベキューしながら花火やろうぜ ってことになったから一度休憩して夜を待ってたオカルト好きの俺は「あの浜には近づいちゃなんね」的な展開を期待していたんだけどそんなこともなく向こうの家族も見送ってくれた夜になりバーベキューもあらかた食べ終わり 花火をしている時にトイレに行きたくなった俺は少し離れた岩場まで用を足そうと向かった岩場まで行くとちょっとした入り江みたいになっており俺は大きな石の前に立ちなんとなく入り江を見ながら用を足していた不意に ザバーという音とともに何かが岩場に上がってきた。素潜りの漁師か甘さんかと思い暗闇の中気配を感じる方を見ていると誰かが海から上がってきていた。本当の暗闇の中 かかすな海岸線の道路の街灯からの明かりに浮かんだ人影が見えた何か棒みたいのをガリガリ岩場に擦りながらゆっくりと歩いているよく見ると真っ黒い布をすっぽりかぶったような格好だった 漁師じゃないなとか、妙に冷静に目が釘付けになっていると、顔と思われる部分がこちらを向いた。目があったと思った。ここで一気に、本能が恐怖を感じた。やばい、怖い。 多分人間じゃないぞみたいなしばらく目が合ったままだったと思う目は見えなかったけど向こうも俺に気づいてたそこで友達が来て声をかけてきた我に帰った俺は友達にそいつの存在を伝えたが もういなくなってたビビリ目と茶化された実際霊というかそういう存在を初めて見た俺は浮かれてたその旅行ではそいつについてはもう誰にも言わなかったが帰ってから弟と 友達に話し,まくってたしばらく何事もなく過ごしていたんだけど夜中に目が覚めた時部屋の真ん中あたりに人影があることに気がついたシルエットから海で見たあいつだって分かった。 怖くなった俺は、布団に潜り込み、ずっと隠れていた。カチカチと歯を噛み合わせるような音が、しばらくしていたが、冊子の開く音がして、恐る恐る覗いてみたら、もう人影はなくなっていた。その、 変なやつがついてきちゃったってことに気づいて怖くなったそれから日常的にそれの気配を感じたり見たりした鍵を開けるときに隣に立っている 運転していると道端に立っている実害はないけど付きまとわれていた少しずつ少しずつ俺の神経はすり減っていった霊感があるって言っているやつも 何も気づかない。話している時隣に立っていたのに焦って仕事もうまくいかない精神科にも行ってみたりしたけどダメだったそこで会社に休みをもらい実家に帰って親とかに相談してみることにした。 最初は信じてくれず、疲れているとか、仕事のせいで、そんな妄想しちゃうんだよ、とか言われ、相手にされなかった。じいさんばあさんも全然興味なし、結局無駄足かと思ってたら、弟が、 友達で本物いるから連れてくるわって言ってくれた。本物って、霊感がってことね。ね。その人とファミレスで待ち合わせることになったんだ。予定の時間より20分くらいしてから、 弟とその人が来たすでに顔が真っ青だった俺の目をずっと見ながらその人は話し始めた「お兄さんはじめまして自分弟さんの友人でええー、って言います」。 ちょっと自分からいくつか聞いてもいいですかねはい、いいですよお願いしますはい、まずその隣の変なのどこで拾ってきました心霊スポットとかじゃないですよね多分 はい海です丸○浜の磯ら辺だと思います海ですか正直言いますとそれかなりヤバいと思いました自分も今すぐこの場を離れたいです いろいろな人から相談を受けましたが、だいたい気のせいとか、タチの悪い例だったりとか、それとは一線を隠すやばさを感じる。今まで接触したことないですね。お兄さんもかなり良くない状態かと。 なんですとりあえず何かあったわけじゃないと思いますがお兄さん守護霊って知ってます干渉度合いは人によりますがみんなについてるっていうそれがお兄さんのはいなくなってる 最初からいないのか離れちゃったのかそれに食われたのかどれかわかんないけどそんな状態でそんな奴がそばにいたらお兄さん長生きできないかもしれないですそんなことを言われるのはなんとなく予感できた ついてきてるって実感したときに、なんかそんな気がして。ビビらすだけビビらせて申し訳ないんですけど、自分じゃどうにもできません。それ、半端なくて、近くにいるだけで、自分もやばいです。ちょっと、 調べるだけ調べてみるんで今日は失礼しますなんかそんな感じだから俺もどうしたらいいかわかんないあれから A さんからも何もないしとりあえず仕事をしながら日々過ごしていますオチもなく うまくまとままくくとんんなくてすまんただ何かよくある神主がとか坊さんがとかそういうのはないと気づいた実際金取られるだけだったしそいつと坊さんのバトルみたいなもんもなかった中には気づく人とかいて。 断られた街歩いてても気づいて真っ青になって離れる人がいるくらい霊感とかはあるんだなって分かったけど本当に払う手段はないのかなって思ったああ 普段は付き合いのいい同僚が、なぜか海に行くのだけは、ガンとして断る。訳を聞いたのだが、あまり話したくない様子なので、飲ませて無理やり聞き出した。ここからは彼の語り。ただし、酔って取り留めのない話だったので、俺が整理してる。 まだ学生だった頃、友人と旅に出た。確か後期試験の後だったから、真冬だな。旅とは言っても、友人の愛犬と、一緒にバンに乗って、あてもなく走っていくだけの気楽なもんだ。何日目だったか、ある海辺の乾燥に差し掛かった頃、 すでに日は暮れてしまっていた山が海に迫ってその合間にかろうじてへばりついているような小さな集落だ困ったことにガソリンの残量が心もとなくなっていた海岸沿いの一本道を走りながらガソリンスタンドを探すとすぐに見つかったのだが 店はすでに閉まっているとりあえず裏手に回ってみた玄関のひさしから大きなザルがぶら下がっている出入りに邪魔だなと思いながらそれをかき分けて呼び鈴を鳴らしてみたすんませんガソリン入れてもらえませんか わずかに人の気配がしたが、返事はない。しかとされとんのかね。なんかムカつくわ。もう一度押してみいや。すんません。しつこく呼びかけると、玄関の明かりがつき、ガラス戸の,の向こうに人影が現れた。誰や ガソリン欲しいん、今日は休みや。俺が言い終える前に、苛立だったような声が返ってくる。いや、まあ、そこをなんとか。あかん、今日はもう開けられん。取り付く島もなかった。諦めて車に戻る。 これだから田舎はかんしゃあないな今日はここで寝よ当てつけに明日の朝一でガス入れてこうや車を止められそうなところを探して集落をうろうろするとガソリンスタンドだけではなく全ての商店や民家が。 門を閉ざしていいることに気づいたよく見るとどの家も軒先にカゴやザルをぶら下げているなんかの祭りやろかそれにしちゃあ静かやな風が強くてたまらんおあそこに止められんでそこには山腹の 小さな神社から山に向かってまっすぐ伸びる石段の根元だった小さな駐車場だが垣根があって海風がしのげそうだ鳥居の陰に車を止めると辺りはもう真っ暗でやることもない俺たちはぶつぶつ言いながら 運転席で毛布にくるまって眠りについた。何時間経ったのか、犬のうなり声で目を覚ました俺は、あたりの強烈な生臭さに気づいた。犬は海の方に向かって、牙を剥き出して、うなり続けている。普段はおとなしい奴なのだが、いくら潜めても、 一向に落ち着こうとしない友人も起き出して闇の先に目を凝らした月明かりに照らされた海は先ほどまでとは違って気味が悪いくらいないでいたコンクリートの殺風景な岸壁の縁にうごめくものが見える何や 友人がかすれた声で囁いた分からんそれは最初海から這い出してくる太いパイプか丸太のように見えた蛇のようにのたうちながら ゆっくりと陸に上がっているようだったが不思議なことに音はしなかった音はしなかったというよりそいつの体はもわもわとした黒い煙の塊のように見えたし実体があったのかどうかもわからないその代わり ウというか「おう」というか形容しがたい耳鳴りがずっと続いていたそして先ほどの生臭さは吐き気を催すほどにひどくなっていたそいつの先端は沿岸沿いの道を横切った 向かいの家まで到達しているのだが、もう一方はまだ海の中に消えている。民家の軒先を覗き込むようにしているその先端には、はっきりとは見えなかったが、明らかに顔のようなものがあった。俺も友人も、 そんなに臆病な方ではなかったつもりだが、そいつの姿は、もう何と言うか、禍々しいという言葉そのもので、一目見た時から、体がこわばって動かなかった。心臓をわしづかみにされるってのは、ああいう感覚なんだろうな。 そいつは軒に吊るしたざるをじっと見つめているふうだったがやがてゆっくりと動き出して次の家へ向かった友人の震える声ではっと我に返った動かない腕をなんとか上げてキーを回すと 静まり返った周囲にエンジン音が鳴り響いたそいつがゆっくりとこちらを振り向きかけるやばいなんだかわからないが目を合わせちゃいけないと直感的に思った前だけを見つめ アクセルを思い切り踏み込んで車を急発進させる後部座席で狂ったように吠え始めた犬がヒュッと喘息のような声を上げてどさりと倒れる気配がした「タロ<郎>思わず振り返った友人がひいと息を呑んだまま 固まったあっ振りめくだ俺はもう無我夢中で友人の肩を掴んで前方に引き戻した抜き直った友人の顔はくしゃくしゃに引きつって目の焦点が完全に飛んでいた恥ずかしい話だが 俺は得体の知れない恐怖に泣き叫びながらアクセルを踏み続けたそれから元来た道をガス欠になるまで走り続けて峠を越えるとまんじりともせずに朝を迎えたのだが友人はほとんど意識が混濁したまま近くの病院に入院し 一週間ほど高熱で寝込んだ回復した後もそのことについて触れると激しく情緒不安定になってしまうので振り返った彼が何を見たのか聞けずしまいのまま卒業してからは疎遠になってしまった。 犬の方は激しく錯乱して、誰彼かがかわず噛みつくと思うと、泡を吹いて倒れる繰り返しで、かわいそうだが、安楽死させたらしい。結局あれが何だったのかわからないし、知りたくもないね、ともかく。 俺は海には近づかないよ以上が同僚の話昔読んだ柳田邦男にザルやメカゴを魔除けに使う風習と海を見ることを弓む日があったのを思い出したが今手元にないので比較できない これはお盆の時期に、俺たち夫婦が体験した話です。その年、俺は同じ大学の子と学生婚をし、晴れて夫婦となった。もちろんお互いにまだ学生なのもあって、式やバカンスなんてものはなかった。強いて言えば、お盆という時期もあり、 お互いの家に挨拶をしに行く程度だったそんな時だ大学の先輩から突如連絡があり「俺たちの結婚祝いをしたい」と言われた夏休みを持て余していた俺たちは喜んでそれを受け入れ先輩が待つ高知市の別荘に向かった あらかじめ調べておいた駐車場に車を止め待ち合わせの場所まで歩く真夏の日差しが容赦なく照りつけてくる思わず立ちくらみがするほど暑かった時刻は午後6時日が傾き始めても暑さが和らぐ気配はない 神戸を垂れそうな中、しばらく歩いていると。よう、ええ。お B ちゃん、久しぶり。元気してた。あ、はあ、C 先輩、お久しぶりです。ようやく待ち合わせの場所にたどり着いた。元気にしていましたよ。C 先輩たちは相変わらずそうですね。そう言って B 子が、 C 先輩たちを見渡す。メンバーは C 先輩と D 先輩。そして C 先輩の知り合いだという E さん、F さん、G さん、H さん、I さんの7人。全員男だ。なんだよ、相変わらずって。どうせ俺たちは、 いつもむさい集団だよ。悪かったな、この。一人だけ幸せになりやがって。そう言って、D 先輩が僕の髪の毛を両手で、わしゃわしゃとかき乱してきた。いや、俺何も言ってないですよ。やめてください。だいたい今日は、祝ってくれるんじゃなかったんですか。 おう、そうだった。悪い悪い。悪びれた様子もなく、やみったらしく笑う先輩。それにつられてみんなも笑っている。B 子まで。心配すんな。こっちにうちの別荘があるんだ。そこで盛大に祝ってやるよ。 C 先輩はそう言って俺に肩パンをかましてきたいた相変わらずのバカ力だ殴られた肩をさすりながら俺と B 子は互いに苦笑いをしながら先輩たちについていくことにした途中から林道に入り 整備された森の中へ通じる道に出た日もゆっくりと沈み始め辺りも薄暗くなっていく静かな場所海が近いのかたまに大きな波の音が聞こえてくるここって海が近いんですかああこの先に行ったら岬もあってな ここの景色がすごく綺麗なんだ。寄っていこうぜ。振り返り、D 先輩が言った。正直慣れない長距離運転で、俺も B 子も疲れていた。できればこのまま別荘とやらに行きたいところだが、隣にいる B 子に目をやると、B 子は苦笑いで、 しょうがないよと言った顔で俺に返事を返してきた俺は軽くため息をつき「じゃあ案内お願いします」そう言って先輩たちの後に続いたしばらく歩くと辺りの暗さはかなりのものになっていた先輩たちも明かりは持っていないみたいで かかすに雲間から覗く月明かりだけを頼りに俺たちは暗い夜道を歩いた隣にいる B 子の息遣いが荒くなっていくさすがにこのままではと思い先頭を歩く先輩たちを呼び止めた「どうしたいやちょっと遠すぎかな」って「よければ明日にして」 先にに別荘に行きませんか「何言ってるんだ?」「見先までもう少しだろ」だとしても B 子もきつそうだしあまり無理させたくないというか「ああ A 君私なら」「あともうちょっとなんだ」「いいから来い」 突然 C 先輩の横にいた D 先輩が声を荒げ B 子の元に近づいた思わずピクリと肩を震わせる B 子 D 先輩が B 子の腕を取り乱暴に引っ張ったその拍子でバランスを崩し B 子が前のめりに倒れそうになった 俺は急いで B 子の体を両手で受け止め支えると D 先輩に向き直った何をするんですか危ないでしょう思わず怒鳴るように声を上げたいいから来い今度は C 先輩だった何なんですか二人とも 「何かおかしいですよ」「二人とも明らかに様子がおかしい」「少なくとも俺の知っている C 先輩や D 先輩とは違う」「そんな気がした」「薄暗闇の中二人の顔がよく確認できないため何か得体の知れないものが」 目の前ににいるように感じた。さっきまで蒸し暑かった空気が一変し寒気まで感じる B 子はすっかりおじけづき僕の腕にしがみついているすると恋 C 先輩の連れの人だった。 さっきまで先輩たちと俺たちのやりとりを見ていた他の5人が俺たちを囲み言いながら腕を伸ばしてきたのだ俺はとっさに B 子の腕をつかみ男たちの輪から退いた「七何なんですか一体」思わずそう叫べが構わず5人の男は 俺たちに近寄ってくる「来い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 」来い来い B 子が思わず叫び声を上げたそれと同時に「ダメだ俺たちと来るんだ」離れていた先輩たちが「 五人の男たちの前に立ちはだかる邪魔をするな「こやつは俺の代わりだ違う俺だよこせ俺の代わりだにえをにえをよこせ」男たちが一斉にわめき始め 互いに絡み合うようにしてその場から取っ組み合いを始めたいや取っ組み合いではないこれはあまりの光景に声が出なかった目の前で起こったそれは殺し合いだ雲間からさす月明かりの中 目の前で惨劇が始まった C 先輩の振り下ろす指が一人の男の目をえぐった眼球がどろりと転げ落ち開いたくぼみから見たこともない液体が流れ落ちる横にいた男たちが D 先輩の首元や腹に食らいついた みちみちと不快な音を立て、肉を引きちぎり、臓物を引きずり出す。ビーコは、恐怖とあまりの惨状に、その場でおうとし、俺はへなへなと尻餅をついた。獣のように吠える男たち、正気を失った、瞳のない目は、 怪しい火のように赤くともっているどす黒い血しぶきが乾いた地面をぬらすうわ気がつくと俺は腹の底から叫び声を上げていたそして無我夢中でビーコの手を取り森の中を一気に駆け出した振り向かなかった いやそんな余裕はなかった叫びながら俺は B 子の手を引っ張ったまま走った喉が枯れるまで叫びながら気がつくと俺と B 子は見覚えのある場所へとたどり着いていた最初に来た場所駐車場だ 俺は緊張の糸が一気に途切れその場にしゃがみ込んでしまったそこからは記憶が曖昧だったビーコに肩を貸してもらいながら俺たちは車に乗り込むとペーパードライバーでめったに運転をしないビーコが車を走らせた気がつくと 俺は旅館のベッドで目を覚ましたカーテンからはすがすがしいほどの日の光が差し込み外ではセミが忙しく鳴いている <noise> よかった B こ言うと同時じに B こが抱きついてきた。 俺はすぐに心配をかけたのだと理解し B 子の頭を撫でたこれ見てえそう言って B 子は俺から離れスマホの画面を見せてきた画面にはニュース記事が載っている沈没したレジャーボートの周辺から 男性2名の遺体を発見2名とも昨日から行方不明になっていた C さん D さんと判明しきの意味が分からず俺は B 子の顔を見たすると B 子は先ほど旅館の女将さんから「 こんな話を聞いたと俺に話してくれたこの辺りは海難事故が多く毎年多くの人が亡くなっている1年前に3人そして半年前にも2人そして今日新たに2人の大学生先輩たちの遺体が発見されたとのこと そして女将さんはこんなことも言っていたそうだ観光客にこんなことを言うのも変な話だけど正直今年でうちもここを畳むつもりなのよだって本当に気味が悪くてあんた七人岬って知ってる そう言って七人岬にまつわる話を始めたそうだその昔長宗壁氏の家臣だった吉良近寿が七人の家来と共に切腹を命じられこの世を呪いながらその命を落としたやがて七人の家来たちは 怨霊となりこの地に災いをもたらしたという7人を供養するためにこの近くには吉良神社が建てられ今でもその家来たちの供養塔まであるらしいしかし7人の呪いは凄まじく供養された後も七人岬という に姿を変え人々を苦しめたとか七人岬に出会った人間は命を取られる人を一人取り殺すことにより七人のうち一人が成仏し取り残された人間は新たな七人岬となった 現世をさまようのだというそこまで B 子の話を聞いて俺は昨日のことを思い出していた先輩たちとあの男たち全員で7人7人の人間が海難事故で亡くなっているそして あの目を背けたくなるような惨劇まるで俺とビーコを奪い合うように争っていたすべてを知り俺とビーコはその場で押し黙ってしまったあのまがまがしい過去から数年がたったただ 未だにお盆になるとかかってくる電話 C 先輩からだ誰からキッチンで子供と俺の朝ごはんを作っていたーコがスマホの着信に気づき声をかけてきた降り注ぐせみしぐれに着信音がかき消されていく 何でもないよそうぼそりと言って俺はスマホの電源を落とした C 先輩たちはまだ自分たちの身代わりを探しているのだ これは以前から私が趣味にしている海を眺めていた際に体験した出来事ですおそらくですが私は海に取りつかれているのだと思います月に一度多い時で3日に1回は必ず海へと足を運び打ち寄せる波音と静かな音楽を聴きながら本を読む これが私の一番の癒しなのです。その日も私は、カバンにいつも持っていく動画たちを詰めて、車を走らせました。いつもと同じ時間、いつもと同じ道をゆっくりと。すると道中、大きな荷物を抱えたおばあさんを見かけました。普段の私ならば、 特に気にもかけず大変そうだな程度の感想で終えるのですがこの時の私はなぜかこのおばあさんとの縁を作ることが最上のように思えてならず近くのパーキングにわざわざ車を止めてお声がけしました詳しくお話を聞くと今日がたまたまおばあさんの旦那様の命日らしく せっかくなので二人でよく行った海岸でお茶でもしながら思い出に浸ろうとしていたそうですアルバムやお弁当飲み物などを用意していたら思わず大荷物になってしまったと海岸の場所を聞くと偶然にも私が向かおうとしていた海岸との味だったため もしよろしければと同行をお誘いしました最初は渋っておられましたが私の車を見ると態度が一変しましたぜひ乗せていただきたいとむしろ頭を下げられたのですこれもまた偶然なのか私が乗っていた車が 旦那様が生前最後に乗っていた車と同じ車種でナンバーも1桁違いという何とも奇妙な巡り合わせでした広く座られたいとのことだったのでお荷物を助手席でお預かりし後部座席へご案内しました道中とても懐かしむような嬉しい顔をされながら 揺れれててておられたのがとてもよく印象に残っています海岸に着いた時なぜか分かりませんが突然私の胸に郷愁の思いが湧き上がりましたとてもとても懐かしく愛おしいそんな場所に来たようなそんな心地でした おばあさんに降車いただきお荷物と私のカバンを持って浜辺へと降りる階段に二人で腰を下ろしました二人とも無言でじっと海を見ていました打ち寄せる波はとても優しく穏やかで見ている間にスーッと意識が遠のいていくのを感じました あれ、眠くなったかなと思っていると突然私の口から私のものとは思えない声で一言「忘れるなよ」と声が捨てられましたまるで高齢の男性のような声で私がハッとしておばあさんを見ると おばあさんも驚いたような表情で口元を押さえながら私を見つめておられましたすると突然ボロボロと涙を流しながらおじいさんとの思い出話を話してくださったのですおじいさんは生前とても口数が少なく言葉足らずな人間だったそうです 「いつもあれしてくれこれしてくれ」と言ってなぜそれが必要なのか説明しなかったとそんなおじいさんがおばあさんによく言っていたことが一つだけあったそうですそれが「他人から受けた恩は何があっても忘れるなよ」とのことでした 何か他人に助けてもらうことがあるごとに「忘れるなよ」と言っていたとそして私の口から漏れてた声それがまさしくおじいさんの声だったそうです「この恩を忘れるなってことかしらね 微笑みながら涙を殴ってお話しされるおばあさんはとても素敵に見えました一緒にアルバムを見ながらお昼を食べご自宅までお送りした後おばあさんからは連絡先をいただきいつかお返しをさせてとお願いされました私はぜひまたご一緒にと お誘いしその日の海見学を終えました自宅に戻る道中おじいさんはきっとおばあさんに会いたい一心だったんだろうなとお二人の仲むつまじい写真を思い出していましたなんとも心温まる体験でした